はい、こんばんは。新世界リモート始まりました。今日のゲストは原田さんです。よろしくお願いします。こんばんは、原田です。間に合ってよかったなんとかいろいろトラブルありましたけど、はい、どうですか原田さん、今回線大丈夫ですか？今のところは大丈夫です、ね、はい。直前の、ね、リハーサルからもうかなり、1時間ぐらいやってたんですけど、なんとか今は大丈夫ですね。では、はい、原田さんすいません、この番組はですね、自己紹介に頼っているものなので、自己紹介をお願いしたいです。はい、はいはい。原田直樹と言います。ツイッターでは電波で、 YouTube では電波というアカウントでやっています。ネット歴で言うと、97年からなので22年ぐらいですか、うん、はい。で、まあそうですね、インターネットはまず自分のサイトを最初の頃に持ちまして、うん、電子楽器博物館という、カタログを、まあ、紹介というか載せてるサイトがあるんですけど、これを97年から、まあ、今ずっと維持はしてます、はい、更新はしてないですけど、はい。で、それから、そうですね、まあ、しばらく人生維持を、やってまして、うん、で工作の方に2008年頃から移り始めて、うん、で部屋もだんだんこう道具を揃えてきて、工作用になってきて、そうですね、工作用になってきましたね、はい。でシーズのキーボードも残してあるんですけど、はい、今はもう置物とかしてますね音は出るようにはなってますけど、うん、なるほど。でそうですね、で工作をいろいろやるようになって、ちょっと今出してますけど、こういうもんですね。うん。まあ、知ってる人は知ってる、知ってる人は知ってる。これボールがぐるぐる循環して、うん、動くという調子悪いんだこれ。はい。はい。じゃあ後ほど、うん、後ほどお聞きしますよ。そうですね。うん。はい。はい、今動いてる。はい。うん。それで何年かこう作っでるうちに、そのシンセの方も、うん、まあ、きっかけは、2008年ぐらいですか、はい、シンセサミット、アナログシンセビルダーズサミットという集まりがあるんですけど、うんうん、それに参加し始めて、で、まあ、いろんな方にシンセの回路のこととか、うん、勉強させてもらって、あとはネットですよね。うん、ネットでいろいろ回路で出回ってますんで、それを真似して作ったり、いろいろやってるうちに、だんだん作るようになってきた。自分流になってきたっていう、うんうんうん。はい。ちょっとじゃあその辺にしときましょうか。あとはお聞きします。こちらからね。そうですね。はい。はい、ということで、原田さんって、原田さんって、で、何でしたっけ、僕、で、お出会いというか。あれはね、名古屋のスタジオリタでしたっけ、リタっていう。あれは、ニトさんのイベント。そう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 。新世大学みたいなやつだ。そう、新世大学っていうイベントがあって、それに、やっさんと、はい、私と、うん、あと、テクノトレインさんと、そうそうそう、ライデンさんと、その後で、あと、ヤズさん。そうですね。うん。
矢部さんも、うん、第2回でしたね、あれは確か。あれか第2回で、はい、確かそうですね。まだ平和な時代でしたよね。そうですね。楽しかった、あの時は本当に。8年前ですね、もう。うん。なりますね。水香ちゃんとかも来てくれてね。はい、あ、そうですそうです。うんうんうん。君に胸キュンなんか歌ってくれたりなんかしてやってましたね。はい、まあそんな出会い結構前ですよね、あれってね。そうですね、もうそうなんですね。それでその時にやっさんになんかバッジを作るという話をもらって、うん、そうそう、あれの後ですね。そう、LED バッジ作りましょう話をもらって、そうそうそう、で限定50個で、うん、出してもらって、そう、イベントで出したという。そう、売れば売っても売っても赤字のバッジ。原田さん的には5,000〜6,000円で売ればいいじゃんっていうものだったんですけど、僕ら的にはグッズなので3,500円以上は取れないなみたいになって、じゃあ全部僕が被るかみたいな。ちょっとね、あれはなかなか。ちょっとじゃあそのバッジの動画があるんで見てもらいましょうかね。あ、そうですね、うん、お願いします。よいしょ。というね、バッジだったんですけど、原田さん YouTube を見てたらね、だいぶ遅いですよそれ。もう戻ってますよ。あ、そうですか。そうですね。うん、ということで、うん、これを、はい、結構大変、まあ、僕らがもともとプラムソニックを始めた頃から胸につけていたバッジをミニチュア化して、もうちょっと製品っぽい形に落とし込めないかっていうので原田さんに相談させてもらって、そうですね、で動きがね、ああでもないこうでもない、ここの間はこの一コマはもうちょっとパッと行きたいとか、すごい、そうそうそう、すごい音楽的に詰めていったんですよね。ええー、そうですね、 ありますね。デザインもなかなかね、うん、これなんか実験用のやつかな。あ、テスト用のやつ、試作品。これは動かないです、うんうんうん、あのマイコが乗ってません。みんなね、動くのは一個、はい、あるんですけどね、ほぼだって即日完売ででしたよね、うん、その後もね、欲しい欲しいって言ってくれださる方が多かったんですけど、今のところねちょっと赤字なので、次が出せないっていう。そうですね、なかなか。いやだってもう作業が、原田さんのなんかもう仕上がりとかがあの職人芸だから、やっぱり量産価格は無理なんだなと思って。そう、バッジはね、なかなか好きじゃないと作れないですよね。ねえ、だからいや、みんなほら100均とかにある適当に光るバッジと比べて高いとかっていう人もいるんだけど、もう物見りゃ分かるだろうみたいなね。そうそう、うん、そう。手作りでこの精度でできてんだからみたいな、うん、ええ、でもだから逆に、だから欲しがる人はめちゃくちゃ未だに多いですね。売ってないんですか、まあ、レアもんですよね、うんうん、ええ、売ってくれっていう人がいる、あのいるのに、あの洗濯しちゃって壊しちゃったって人もたくさんいるし。洗濯なかなかね、これ乾けば大抵動くんですけどね、完全にね、電池抜いて完全に乾かせば大丈夫ですよね。そう、まあよっぽど、うん、壊れないものなんですけど、うん、はい、それがもう7、8年前と。7、8年になりますか、もうね。ですね。あ、なるかもしれないですね。あれ原田さんと最初バッジの打ち合わせで名古屋でちょっと会おうよってなって、原田さんと待ち合わせてる時に、僕あの土手焼きの土手煮の美味しい店を見つけて、おでんとか、はいはい、でちょっとそこで、じゃあそこ僕行きたいんでそこで会いますかみたいなこと言ったんだけど、僕1時間ぐらい前に行ってて、うん、そしたらもうあの僕酒飲まないから、もうひたすら土手にもうめちゃくちゃ25本ぐらい食って、もうさすがに間が持たないなと思って、
でもまあいっかと思って出ちゃったら原田さんが合流してから俺食いたかったのにってすごい怒ってて、あまたですかね、すごいそれ楽しみに出てきたのにってすごい俺いいわじゃあ一人で飯食うわって言って、なんかどっかラーメン屋かなんか入って一人で食べてたの俺今度逆に待ってるっていう、あそうそうつけ麺に入ったんです、そうそうそう、去年つけ麺屋さんに、変だね、変なミーティングでしたよね、そうでしたね、で米表行ったりなんかしてね、そう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 、あっちこっち案内してもらって名古屋のその電子部品ゾーンを見せてもらって、で実際そのデザインとかアイデアの具体例はすごいもう出てたものの、そこの中で部品を見て実際にその部品で効率よくねどれだけ作れるかみたいなことを落とし込んでいったんですよね、そこでね、そう実際部品が手に入らないとまず作れないんで、うん、どの部品を使えばまあいいかとか選定ですよ ね、でもその結局最終的に基板が出来上がってくるじゃないですか、はい、そうするとやっぱちょっと感動しますね、自分がこう基板を作ったことがなかったので、基板をね作るというのは何ですかね、こうテストを受けて採点してくるみたいな感じですね、うんうんうん、だからなんかちゃんと基板にプリントされてるのとか結構感動もので、プラムソニック×電波ってね入ってて、今あの皆さんには映像が出ていると思いますが、そうなんですよ、これ見えます、あそうですね、これ、うん、今出てましたね、このプラムビックリマウスっていうの手書きなんですよそうそう、原田さんがだからそっくりにねシルク用に作り直してくれたっていう、そうそう、あと今使ってるの基板を作るソフトが、うん、ちょっとその外部からのこの画像を取り込むのがちょっとなくて、できなくて再現してくれたんですよね、これはねどうやってやったのかな、画面になんか貼りましたね、うん、プラムって印刷したやつを画面に貼り付けてそれをなぞっていったっていアナログで、そう、うん、パソコンの画面に貼りましたね、すいませんお手数をおかけしましたあまた原田さんのちょっとグリッチ現象が始まって、はい、合ってますか、マックスヘッドルームそうマックスヘッドルーム状態になってますね、はい、ということで、新世仙人さんこんばんは、斉田さんこんばんは、月流さんこんばんは、セントレさんこんばんは、イージーメンさんこんばんは、で、恵比寿さんですね、そしてナットさん、テクノトレインさんも見てくださってますね、そんな感じですか、名古屋の電子部品といえばオース、そうオース、うん、オースもね部品屋さんがだいぶ減っちゃって、あやっぱり、去年もその半導体扱ってた店がなくなっちゃって、店はなくなっちゃって寂しいですよ、うん、そっか、じゃあほとんどね今通販なんですね、あなるほど、でも逆に通販でどっちがあれなのか分かんないですよね、通販する人が多くなったから店がなくなっちゃったのか、店がなくなったから通販せざるを得ないのかがね、うん、ちょっとどっちが先かは分かんないですけど、寂しいですよね、悪い方へ行っちゃいましたよね、うん、うん、確かに、しかもコロナでさらに、そうですね、うん、東京とか大阪の方がまだいいと思うんですけど、うん、本橋とかね、ああなるほど、東京ももうでもねやっぱりアニメの街になっちゃってるからもう長いですもんね、そう大須もそうですけどアニメの街ですよ、うん、なんで電気街ってアニメの街に変わっちゃうんでしょうねいや好む、うん、出向がこっちの昔でいう電気少年が今はアニメ少年じゃないですけど、うん、まあ近いジャンルだったのかもしれないですけどね、そうですね、うん、じゃあここで原田さんのちょっと演奏動画1個見てもらいましょうかね、はいはい、いいですか、はいどうぞ、
なるほど。これ今左のやつ何ですか？これは自作のシンセでして、うん、ここに見えますかね。お、いい音してますね、これね。クワトロン4093と言います。うん、何かというと、まあ、中はあのゲートで作る発信機、この間斉藤さんがやってましたけど、うん、これも似たような回路で、うん、開きますけどね、こういう、見えますか？まだ、まだ全然見えないですね。見えないですね。これ、あ、見える。見ますか？はい。はい。こういう、まあ、シュミットトリガーという機能がついた、うん、ナンドゲートという、ナンド、うんうん、アンドゲートのノットです。ナンドゲートの反転出力がついたゲート。うん、これまあ分かんない人は分かんないと思うんですけど。多分ね、大半分かんないと思う。まあこれ、まあ、なんていうのかな、ゲートって言って、うん、論理回路なんですけど、まあ、とにかくこういう入出力がある、まあモジュールと考えてください。はい、入出力があるモジュール。で、これ、ね、少し遅延、遅延と言いますかね、出力から入力へ、うん、まあ、これ抵抗を通じて戻る、うんうんうん、戻る、はい、これ1の時に0になり、はい、0の時1になる、うんうんうん、という計算というかしますので、はい、で 1だとすると抵抗を返してこう1だと、うん、ここが1になる、うん、ここが0だぞって変わるわけですよ、うんうんうん、0だぞっていうと今度0、あ、じゃあ1だよって、うん、どんどんどん繰り返して1010ってこうぐるぐる回転するんですね。はい。こうやって発信する。なるほど。回路なんです。はい。これコンデンサーがここについてますけど、うん、でここにためる電気の具合で、このぐるぐるの、ぐるぐるのスピードが変わってる。変わるんだ。なるほど、なるほど。発信してますのが、これが抵抗と、うん、コンデンサーで変わると。はい。はい。で、これが基本。考えて、うん、でこのシンセは何をしてるかというと、うん、こいつを 4個つなぎます、うん、直列に直列、うん、直列です、はい、リング状につなぐわけですね。あ、はいはいはい、あ、原田さん固まった。はい、でリングをつなぐのはどういうことかというと、うん、どうですか。でこれ入力が2個あるんですね、うん、2つの入力があります。で片っぽの入力、あ、こっち、フリップめくったら用意されてるのかと思ったら今から書くっていう。これ申し訳ないですよね。こうなりますよね、うん、で片っぽをこう開けて、ね、うん、置くと、うん、でここの入力で発信が止まったり、うん、また再開したりするっていう制御ができます、ね。なるほど、なるほど。はい。で、めくります。何もないです。うん。そして、簡単に書くと、まあ、こういう感じですね。お笑い漫画道場みたいになってきた。そうですね。ここにも発信機があり。うん。はい。で、この人は、ここですね、まあこういう感じで発信してると、うん、でその発信した信号をこの前の人に伝えると、うんうん、どうなるかというと、ここでピーっていう発信がしてたとすると、この人がこのタイミングでもってピッ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 と、うん、割り込む断続音に、うん、まあモジュレーションしてくれるんですよね、うん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 、でこれが、まあ、4つつながってると、はいはい、この回路の中ですね、はい、4つつながってると、うん、銭湯とかでこう背中を流す感じです、こうやって、うんうん、よくわかんないけどよくわかんない互いに影響し合って、うん、はいはい、そうですね、4人並んで背中を流した感じですね、うんうん、ちょっとわかんないですね。で、まあ、こういうのが、こういうの回路が入ってて、うん、でそいつを
一番先頭の人は一番後ろの人にまたこう、うん、つながってる、はい、また戻ってるっていう回路もにもなってて、はい、そうすると何が起きるかというと予測できない発信状態になる、うんうんうん、4つそれぞれの状態がもうバラバラだから、ね、バラバラ、うん、バラバラというかもう影響し合っているわけですよ、うん、はい。そしてさらにこの、まあ、抵抗値変えると抵抗の値を変えると周波数変わるんですけど、うん、はい、ここへ外から変な部品をこうつないでやると、うん、またコンデンサーだったりここはまあ抵抗をまた並列につないでやると、はい、でもまたはたまたここから今度こっちへまたこうつないでやったりとかするわけ、うんうん、まあ、要するにこの1ポイントが1、2見ますか、はい、3、4ポイントがこう部品ごとにある4箇所、うん、そうですね、部品ごとにあって1、2、3、4なんで、あと2つあるんで5、6、7、8、なるほど、8ポイント、ただフィードバックしてるだけだった回路のところに自分の好きな部品をさせるんだ、はい、そう、はい、でその8ポイントの間にまた好きな部品をこうさせるんですね。へえ、そうすると実機で見れますか、うん、物で見れますか。で、うん、物でですね、うん、物で音が出ない、あ、うん、あ、これはねマイクを通せば出ますね、多分ね、カットはされると思いますけど、なんとなくですけどね、うん、まあ、なんとなく、うわ、聞こえないな、やっぱり、ね、事前にねこれをねどうにか別のパソコンからやろうかどうしようかってやったんですけどダメだったっていうね。そうですね、うん、あのね、人の声に近い帯域の時だけはめんめんって出るんですよ音が。ああ。ズームがね声だと思って、で、まあそんな感じで、まあ、わかりますよこれ鳴ってるの、うんうん、なんとなく、なんとなくそのこれの音はこれが変えてる、うんうんうん、でこれを早めていくと、まあ、点滅でなんとなく分かりますかね、うん、ちょっと音を止めてそれをアップでパネルが見れたりはしますか。そうですね、ここに行きますか。杉本武史さん、コバは和骨知らんけど、うん、ニャニャキャットさん楽しそうです、うん、シーケンサーの動きになって、こいつ今発信、そうですね、うん、でこの点滅というのはこの人がやってます、うんうんうん、でそれでこの人は原田さん、うん、それ部品を挿すところっていうのは本当物理的に電子部品を挿せるんですか。そうです、これですね、コネクターがおアップにできますか。これピンソケット、ピンソケットは、うん、はい、うん、もうちょっとアップになります。おお、なるほど、ブレッドボードみたいに穴が開いてると、そう、これね、ブレッドボードみたいな感じで、でこう部品を刺すんですよ、こうやって。ほー、ますか、はいはい、そうするとそのさっき言った8ポイントにループしてるポイントに自由に入れられると。へー、そうです、そうです、すごい。え、それはこれはもう完全に原田さんデザインの楽器なんですか。そう、そうです、なんか探したんですけど、いろいろ4093っていう IC、 さっきのナンドゲートっていう、はい、4093っていう、うん、まあ、品種のゲートなんですけど、うんうん、でそれの、4093、カオス4093って検索すると、うん、いっぱい出てくるんですけど、で僕のような回路出てこなくて、はい、でこれはまあ自分だけだな今のところはっていう感じなんですよね。これは売ってるんですか。これは今完成品が1台だけあります。お、いくらですか。 3万円であります。3万円でありますって皆さん、はい。でこの間あの部品セットとか、うん、基板のみのキットとかはまあ出したんですけど、はい、何人かのツイッターであの人々に買っていただいて、うーん、まあ、できたのかどうかは分からないですけど。いいですね。で
でなかなか予測不可能なことが出るんですよね、うん、はいはい。じゃあそれを踏まえてもう一本のもう一本の動画見てもらいましょうか。そうですね、演奏の、うん、はい、はい、じゃあ見てみましょう、はい、お願いします。なるほど、光センサーをつけてそれで演奏もしてたと、はい、そうですね、抵抗、まあ、部品の代わり部品として CDS 光センサーですね、うん、それも挿して今。なるほど、だからそこにつなぐものによってどんな風にでもできるっていうことですね。そうですね、これはもうほぼ無限じゃないですかね。そうですね、だからリボンみたいなものを作って挿せば抵抗値変えたりもできますし。そうです、そうです、うんうんうん、へえ、すげえ面白いですね。手元でボリュームにしたりとか、うん、できますしね。なるほど、楽しい。でこれが製品版です。あ、あ、製品版違うんですね。おうおうおう、あ、製品っぽい。製品版はエフェクターケースになっています。あ、なるほど、エフェクターケースにきっちり収まって金属の、うん、メタル止まっちゃった。メタルの、はい、止まっちゃった。大丈夫です。はい、これです。おー、かっこいいな。はい、うん、これが今3万円で完成品。そうです、3万円です。1台限りですね、今のところ。今のところ1台ですね、うんうん、で番組パネルは番組終わって30分以内に電話すると何かもらえるんですよね。何かあげましょうか。何かおまけ、今日、じゃあ今日これ見てた人限定で、もしこのあとすぐ買うんであれば何かもらえるみたいな。そうですね、うん、じゃあこれいきますか。ラーメンタイマー、お、すげえ、ラーメンタイマーバッジ付きですよ。3000円相当ですね。今日初めて新世界リモートが初めてテレショップみたいになって。テレショップで、これ一つ凝ってるのがあって、このパネルですけど、うん、パネル、これ UV プリンターで。へえ。さっきのもこれも UV プリンターで印刷します、うん、これはワードでデザインして、そいつを PDF に出して、うん、UV プリンター屋さんに持って出力してもらったという。へえ、なるほど。これ質感がなかなか良くて、うん、つや消しっぽくて製品っぽいですよ、これは、うんうんうん、なるほど、はい、ちゃんと製品っぽくなっている。そうですね、それが最新の、はい、自作品です。なるほど。それちなみにもう今後作る予定とかってないんですか？いや、ありますよ。これが売れたら次は作ろうかな。あ、なるほど、なるほど、はい、とりあえず今基盤は、うん、基盤は今まだありますんで。なるほどね、はい、早いもん勝ちです皆さん。そうですよ、コメントがね、なんかすごい商売系が出てくるとコメントがなくなっちゃう。へえ、なるほど。他には自作楽器とかあるんですか？他は自作というか、うん、まあ、改造が多いですね。ああ、なるほど、改造品ちょっと、あとは
改造品、うん、改造品これなんか時々原田さんそっち側行くとハウリングするの何だろう、何か出てんのかな。大丈夫ですか。全然大丈夫ですよ、はい、これは、うん、なんだっけな、エラーインストゥルメンツっていう、うん、メーカーの、まあ、ノイズ系ですね、これも。ノイズ系のドローン申請。うん、これも元々改造、そう、うん、これ改造というか、側ですね。うん、元は、これもエフェクターケースだったんですけど、うん、これを木の入れ物にしたと。で、後ろにスピーカーがあったりとかします。うん、で電池も入ってると。うん、電池というか、まあ、充電、リチウムイオンの電池が入ってます。お、充電して使えるようになってます。月流さんがいいなって言ってる。月流さん、これも改造ですね。うん、これは、オリグトロン4060という、うん、これも部品差し系の、本当だ、ガジェットシンセですね。うん、これも電池、リポ電池と、うん、充電電池と、アンプスピーカーがついてます。うん、そうそう、リポ電池といえば、はい、原田さんの LED バッジ、僕のやつも作ってもらって。そうですね、ね、リポでしたね。そうそう、あの、皆さんに買っていただいたグッズの LED バッジとは別に、今衣装で使ってる大きいやつは原田さんが今度だから逆にね、逆にあの製品のやつを大きくしてくれたっていう。そうそう。元々僕らはバッジをつけてたんだけど、それをグッズに一旦落とし込んだやつをさらに逆に大きくしたっていう。うん。親分もう一個作ったっていう。そう。それがね、ちゃんと充電式なんですよね。よくできてる。そう、あの電池よりも少し電圧高いんで、うん、あの青い光が明るく出る。すごい明るく今も頑張ってますよ。はい。今週末も使えますよ。うん、はい。もう結構使ってもらってますね。斉田さんが。斉田さんが製品作品の見た目が綺麗って。そう、見た目はやっぱり大事ですよね。うん、原田さんだって細かいもんね、めちゃくちゃどうしても、ね、こだわっちゃいますよね。うん、最近作ったミキサーなんですけど。あ、やってましたね、なんかね。そうです、これはあの無印良品のペンケースですね。うん、かわいい。PP ケースのポリプロピレンケースの、うん、これもちょっとちっちゃく作ったミキサーで。ああ、いいですね。123とステレオ45ですね、このミキサー。え、これパッシブですか？いや、あのリポ電池入ってます。へえー、すげえ。ああ、そうなんですね。すごいすごい。で、中でちゃんと、そう、あの、こう、セーフ電源を。セーフ電源ちゃんと作って。そうなんだ。僕ずっとパッシブで作ってるんだと思ってたら、すごい充電式ってことですね。そうです、そうです。あー、すげえすげえ。これはレベルメーターも入ってるんで、こっちはレベルメーターも入れてます。うん、今音がないんで分からないんですけど、なんか入力できますか。半透明だから光ると可愛いですよね。そう、これ可愛いですよ。今ちょっとなんか音入れますけど、どうですか？こんな感じですね。見ますか？おいいですね。すごいすごい。あ、これ色が変わってレベルを表す。そうです。緑、黄色、赤。あ、ちゃんと、まあ、昔ながらの3つ。なるほどなるほど。これは5段階の、うん、5段階表示ですね。ああ、これいいなぁ。のが入ってます。これは売らないんですか？これは基板がまだしてないんで、うん、まあ、作るかどうかはまだ分かんないんですけど、製品化するかどうかはまだ分かんないですけどね。で、こいつはパンポット、普通のパンポットと、これはもう、どっちか、左、真ん中、右。ああ、うん、バランスじゃないけど、なるほど。そう、どっちか。割り切りスイッチ。3、割り切りスイッチ。うん。まあ、単にこの部品がなかったっていう、ボリュームがなかったっていうのがある。うん。
で、こっちはもう L チャンネルしか行かない、R チャンネルしか行かないとか、こっちはステレオ、2系統とか。あ、そういう入力が。ね、うんうん。左だけに入力。そう、作ってます。杉本武さん、オレクトロン4030ですかっていう質問が来てます。これはさっきの4060です。4060。4060。これですね。うん、これの、これパート2っていうのかな、マーク2ですね。これマーク2。マーク2ですね。マーク1っていうの、マーク1っていうか、初期のやつもあるんですけど、初期のやつは2つ買ったんですよ。うん、2つ、2台買って、うん、そいつをこういうパーツケース、ホームセンターとかにある。うん、ここに入れたんです。おこれ基板タイプの4060。スイッチ入れると、これ分かりにくいと思うんですけど、赤い基板の真ん中にオシロが分かります。オシロスコープが。へぇー。オシロ見えます、うんうん、見えます、見えます。オシロ基板があって、で、うん、で出力を一応見れると。で、このオレクトロン4060も部品挿すやつなんで、はい、で部品もこの2台同士をこう繋いだりとか、うんうんうん、かなり幅が引き掛けにしたりとか、幅が広がりますね。そうそう、うん、でここのブレッドボードにまたちょっと部品を作っといて、そいつとまた繋いだりとか。なるほど。いろいろ遊べるようになってます。へえ。で、パカッと開けると、電池と電子部品を入れるケースが中に入る。すごい。ものづくりの人だな。やっぱり、すごい細かい。うん。で、ディレイも入ってるんで、はい、ディレイをこうかけながら。うんうん。これ1台で相当持ちますね。即興演奏、ね、ライブ、これだけでできる。ただし他の楽器と混ざりにくいという。まあ混ざらないでしょうね。さっきのそうですね、クワトロン4093もなかなか他の楽器とは合わないというか、うん、混ざりにくい、うん、いいことですよね。そう、面白いですけどね、音が、うん、自作でちょっとだいぶ昔なんですけど、うん、これはアナログシンセですね。あ、かっこいいな。これもケース一体型なんですね。これもそう、ツールボックスですよね、うんうんうん、ホームセンターとかにある。そいつをまああれって蓋取れないんですけど、うん、蓋取れるように改造しちゃったんです。あ、なるほど。ヒンジを違うのに取れないんです。本当は、うん、本当は取れないんですよね。あれエフェクターボードみたいに取れるようにしてるっていうことですね。そう、取れるようにしてあります、うんうんうん、でこれ元のアナログシンセを作る元の基板があるんですけど、そいつを作られた方がいらっしゃいまして、はい、でその元のシンセの元の基板に自分の好きなパラメータ、出したいパラメータを並べたんです。うーん、回路の中から僕は引っ張り出してですね、うん、なるほど。自分の欲しいノブを、うん、それで、はい、レイアウトしています。じゃあまだ他にも出てない機能がいっぱいあるってことですね。そう、出てない、まあほとんどもうこれ以上出ないだろうっていう津波で作ったので、うんうんうん、もうこれ以上はみたいな感じですね。すごい、はい、でここにチューナーもあるんですけど、うん、これはデジタルチューナーをばらしてへえ作り変えたっていうやつです。へえ、すごいな。もう普通に既製品みたいに見えますね。これはね、パソコンでデザインして、でホワイトラベルプリンターに出してそれを貼ってます。うんうんうん、はい。でその上からそれだけだとツヤツヤになっちゃうんで、はい、印刷だけだと、でそのツヤツヤじゃなくするスプレーがあるんですよ。こういう曇りガラスですね。はいはいはい。これを拭くとマットになる。なるほど。すごい裏技出ましたね。今マットにできる。へえ。うん。はい。まあそんな感じですかね。あとドラムシンセ作ったんですけど、はい、青いやつ。で製品のが今ちょっと全部売れちゃって、うん、これは無印のやっぱり
PPQ セット作った、はい、ドラムシンセですね。これちょうどあのレオンさんのドリフトボックスが出た頃に、うん、僕もちょっと欲しくなって、はい、ドリフトボックスっぽく鳴らせるのとドラムシンセの機能もつけたっていうやつなんですけど、でパーカッションのモードと、うん、ドローンのモード、ああなるほど、パネルモードがあって、で両方ドローンにもできるし、うん、ここにあのセンサーつなげば、うん、ビュンビュンっていう音も出 る, なるほど。はい。いいですね。これは YouTube に上がってますね。これも、これはね XR ノイズボックス2という名前ですけど。うん、XR ノイズボックス2、はい。これで検索してもらうと動画出てくると思うんです、うん、はい。さあそんなわけで、そうですね。うん、ちなみに、自作楽器の 話からは離れますけど、はい、電子楽器博物館っていうのが1997年からあるじゃないですか。はいはい、うん、あれの前にもともと電子楽器に興味を持たれたきっかけとかってあるんですか？電子楽器はね、うん、中学校1年の時に、うん、確かその時は富田勲さんとかが多分アルバムとか出てたぐらいの時期なのかな。はい、でシンセサイザーっていう言葉知らなくて、うん、で中学校の時になんかシンセサイザーっていうなんかどんな音でも出る楽器があるみたいな、うん、出る友達がいて、うん、でそれが最初に聞いたですかね。うん、ちょっと原田さん断片化しつつありますけど、あら固まっちゃったまずい、かなりまずい感じに固まっちゃってますけど、大丈夫ですか？ちょっと放送事故並みに固まってます戻りましたあ、ダメだダメだな、固まってますね。どっから話しましょう。ダメだ。うん、まあ中学の時に電子楽器に出会って友達のがシンセサイザーっていうのを知ってて、うん、それから、ラジオで、ラジオのラジオですね、まあシンセといえば YMO なんですけど、うん、YMO ですね、うん、で YMO はラジオの番組のテーマを最初に聞いた時ですね、うん、ライリーだったんですけど、うん、でそいつを高校になった時に、まあ、まあ話として友達としたら、じゃテープ貸してあげるよと、うん、もし、うん、でテープを借りて、でそのテープの中に入ってた他の楽曲も気になりだして、うん、なんかシンセサイザーというものでできてるっていうことで、うん、でその時は名古屋ですとね、マルエだったかな、楽器屋さんがあって、そこへ SH101 を見に行った覚えがあります。はい。そんなこんなで時は流れ、1997年に電子楽器博物館を立ち上げられたきっかけっていうのは何かあるんですか？やっぱインターネットをで、その時、うん、その時の会社の、うん、まあ、うん、友人ですよね、友人が、はい、インターネットあるんだけどみたいなことで、で、その、まあ今だとドメイン自分で取りますけど、サーバーを一部貸してくれると、うん、友達っていうのはその会社の、家族の人だったんで、うんうん、でサーバーの一部を貸してくれるけどなんかやらないっていうことでしたね、最初は。うん、場所がサーバーの場所があったんで、うん、じゃあ何をやろうってことで、最初は工作のねネタを書いたんですね、うんうんうん、工作というか、19インチのラックってあるでしょ、はい、シンセの、はい、
19インチラック、19インチラックの耳を取り付ける穴の開いた角材、うん、わかります、アングル、うんうん、インチラックのネジを取れるところ、はいはい、あれを作るという図面を書いて崩壊したのが最初です。へえ、その電子楽器の前にネジを作ったのが最初ですね。でそれから今度何をやろうかことになって、じゃあ自分の持ってる昔のシンセのカタログをちょっとスキャナーで撮って載せてみようってことで、あそこでなんか機材の調べ事しようと思って見ると、だいたい昔からあそこにたどり着くっていうね、皆さんね、そう昔からですね、10年以上なんで、もうだって僕が上京した年にはあった、あ違うわ、上京した年にできたのかな、あのサイト、うんうん、はい、すごいすごい、だってノードリードのあの頃ね、うん、初代のノードリードとかは結構メインですもんね。そうでしたね、うん、あれはもう勢いで作って、あれでも完全にまだできてないんですよ確か、うん、途中で終わってるんですね。終わっちゃってるっていう、でページの感じが、あの僕のサイトもそうなんですけど、90年代のページっていうままを保っているのが嬉しいですよね、なんかね、保ってるというか手を加えてないっていうかね、うん、いや今貴重ですよね、なかなかね、そう昔のその時あったサイトももうほとんどないですよね、切り板が何番みたいな、うん、なんかその匂いがちょっと残っているっていう、うん、チャットじゃないですね、掲示板ですか、掲示板、電子掲示板、うん、掲示板、まあ、今でいうツイッターみたいな感じですけど、うん、そのユーザー限定の、そうですね、各みんな各ホームページに掲示板を載せつけてたんですよ昔は、そうそう、うん、そうです、そうです、そうで今電子楽器博物館にはいっぱい資料がありますけど、原田さんの 家にある既存 のいわゆる一般的なシンセっていうのはどんな感じですか？実物のシンセですか？はい、実物のシンセはもう、25年ぐらい前に初代持った時に処分したやつもあるんですけど、うんうん、生き残ったやつもありまして、うん、そいつは今のこの作業部屋にあったりとか、うん、オーバーヘムのマトリックス6とか、うん、ちょっとこれカメラをこっちにやるとこうするとおお見えますかね、サンプラーとかラックマウントもされてますね、上から赤いの VX90 っていうアナログ申請、うん、はい、ちょっとマイナーですけど、これはちょっと何年か前に譲ってもらったやつなんですけど、その下もその下行くと、パールのシンカッション、うん、はいはい、シンカッション X、 これ音源はハンドオフで発見しました、うん、この下行くと ESQ-1 っていうエンソニックの、うん、ESQ-1 のラック版ですね、ラック版、はい、これめちゃめちゃ音いいんです、デジタル音源のアナログフィルターなんですね、うん、その下が赤いのサンプラーですね、うん、これは昔リズムマシン、リズム音源代わりに使ってました、うん、でこいつにつないであるハードディスクが170メガバイト、メガバイト、はい、ギガじゃないですよ。それと7万ぐらいで買いましたね、うん、オースで。そういう時代です、時代ですよね、今その辺の楽器がこの辺に残してありますね、うん、これちょっと振ると大丈夫ですかね、はい、あ、ノードもありますね、ちゃんとね、ノードとリズムマシンですね、うん、この辺中古で買ったものがの方が多いですかね、うん、と今なんか飛行機邪魔してますけど、紙飛行機が、はい、あの裏にリズムマシンがまたあります、あ、なるほど、ちょっとじゃあ、はい、あれはリビングにあるやつっていうのは動画でもらってるんで、そうですね、うん、ちょっと流しつつ、そうですね、ちょっとしゃべりつつ絵を見せてみましょうかね、
はい、はい、これ今ステージやかな、エレクトーンから。そうですね、これ、はい、うん、アルトサウンド DS1DS4 です。あ、4、はい、うんうん、プロフェット5があって、でも譲ってもらったものですね。うん、プロフェット5の下にこれ SE70 とかがビルドインされてるんですか。そう、あの机の裏に貼り付けちゃうんですね。机なんですね。ああ、直でついてるのかと思った、はい、あ、まあ裏にねじ止めされてます。うん、なるほど、はいはいはい。下にその下にズームのエフェクターとミキサーと赤いの、これ、あれはイーウィーの、そう、音源です、音源ですね、アナログのやつ、はい、そうです、そうです。これめちゃお得といですね。ねえ、太かったですよね。ええ、もうなんかこういうアナログ音源で頑張ってほしかった。よし、今一旦戻りました。はい。うん。そういうような感じで。なるほど。まあ、いくつかいった楽器は残してある感じですね。うんうんうん。もう一つの動画も見ますか。はい、こっちは、こっちはなんですか、自作じゃないや、ちょっとマニアックなキットですね、うんうん、キットのものですね。ちょっとじゃあ出しますね。ほい、はい、はいはい、これキットもの結構うまみ、ミュータブルインストゥメンツの、はいはいはい、シュルティですね、シュルティのつまみ版とか、うん、あとまあアクリルのやつですね。おお、あとアクリルの表示を OLED に変えてあります。P6 はこれもあのバーチャルアナログですね。うん、あ、なんか懐かしいな、このソニーのエフェクター MP5 そうですね、 SC88 Pro、うん、アンビカというミュータブルのシンセですね、うん、アナログシンセ。うん、今モチーフラップエジアナですね、エジアナシンセ MS20 ミニが、はい、そう。でモチーフラッグはね、商品でもらったんですよ。へえ、商品いいですね。モチーフラッグ、ね、いつだったかな、2000年初頭ぐらいの、うん、楽器フェアを、楽器フェアを大阪でやった時に、はい、で松竹さんがいらっしゃって、でくじを引いてて当たったんですよ。へえ、くじでモチーフ当たるってすごいですね。当たっちゃったんですよ。でこれその時の様子のね、うん、YouTuber のね、10万人の盾、うん、あ、そうですね、10万人ですね。原田さんとこだって15万人とかね、いますもんね。そうです、ね、15万人す、ね。すごい。15万人って、まあ、リビングは、はい、はい。あれっていうのは主に何ですか、マーブルマシンの動画が受けてるんですか。そうですね、はい。マーブルマシン以外上げると、マーブルマシンどうしたっていうコメントが来るっていうなるほど、こっちを見てみたいんだっていうコメントが。なるほど、マーブルマシンはやっぱみんな興味あるんですね。そうです ね、 ね、ちょっとじゃあなんか今ありますか、動くものは。さっきちょっと動かしかけたのが、かけた、はい、たのがちょっと寄りますかね。大丈夫かな？いいかな？トップ YouTuber そう、トップ YouTuber すごい、すごいですよね。15万人って結構ね、そこら辺の芸人さんとかが適当に始めた YouTube だと全然そんな言ってないですよ、うん、あ、でもね、YouTube 始めてもう15年ですよ。ああ、15年、うん、15年経ってるんで、まあそんなもんでしょうか。すごい、当たれば、うん、あ、止まっちゃった。マーブルマシンっていうのは、あの無限にね、ずっと動き続けるっていう、配信が止まってます。これも見えますか。だいぶね、遠い、遠い。ボールが、うん、どうですか。ちょっとこう、こう、これでどうですか。お、いいですね。
画質も良くなった。なんか照明がついたからかな。はい、照明つけましたよね。うん、照明ついてた方がいいですね。あ、動きも速くなったし、スムーズになりました。ええ、うん、お、失敗した。で、この辺りはイベントに、まあ、出してたりするんですけどね。はい。毎年東京でやってるメーカーフェアっていうのがあるんですけど、はい、それに毎年出してます。へえ、メーカーフェア東京ですね。で、今度は京都であるんで、うん、メーカーフェア京都が5月にあります。うーん、ここへ、さっきの、よりじゃない4093出しますよ、うん、これを展示販売。なるほど。ます。はいはい。お、なんか調子が違うな。大丈夫ですか、動画の方は。はい、うん、大丈夫ですよ。うん、いいですね。それ結構ハンズとかあちこちに展示したりとかもしてましたよね、前ね。そうなんですよ。東急ハンズの名古屋店ですね、うんうん、JR 高島屋の10階にあるんですけど、うん、ここに行くと年中見られます。年中、あ、今もあるんですか。常設、そうです、うん、ありますよ。常設です。メンテが大変なんですよね、それね。最初の頃はね、もう週1で行きましたね。あ、今は安定してるんですか。今はほぼたまにボールがこぼれて拾ってもらうぐらい、うん、へえ、なるほどなるほど。へえ、ずっと動いてますね。すごい。そんなわけで、原田さん、何か告知とかありますでしょうか。まあ、今ちょっと話出ましたけど、はい、メーカーフェア京都というイベントに、うん、出ることになってまして、はい、でこのマーブルマシーンですとか今のクワトロン4093のデモキットを、うん、大事なところで、ボリューム、すいません、今大事なところがね、多分出しとかないと、大事なところが聞こえてないので、もう一度、告知から、はい、あ、軽くで、あ、お願いします。告知お願いします。あ、メーカー京都というイベントにありますが、はい、それに出展します。メーカーケア、メーカーフェア京都、はい、はい、そうです。で、クワトロ4093のデモ機と、さっきの製品版ですね、うん、展示と販売ですね、はい、あとこういうですね、これ分かりますか、テープマシンです。おお、分かりますか、テープエコーみたいな。これはローランのテープエコーの動画を見て、あのウニョウニョが俺も欲しいっていう。ウニョウニョだけなんですね。そうです。ウニョウニョするだけで。これ永遠見てられるやつ。うん、見てられますね、これはね。ボールを使わないで永遠に見てられるマシンですね。で、こういうのも展示します。うん、あとは、まあ、そのぐらいですかね。はい。テーマが音と動きと光ということなので、うん、あ、大事なもの忘れてた。光というとこのバッジ、LED バッジ、見えますか。見えます。はい、これはちょっとお高い4000円のタイプなんですけど、うんうんうん、これはスチームパンク風の、見えますか。はい、ちょっとね、電球みたいに、真空管みたいに光るっていう。そう、ガラスの、ガラス LED っていうのを使ってます。うんうんうん、はい、これは3000円ですね。はい。今日は、その、ちっちゃい版。今日はテレショップの、テレショップの新世界リモート、あ、23時になっちゃった。はい。あ、うん。これはちっちゃい版の。なるほど。あ、かわいいですね、これ。これは2000円ですね。2000円。お、はい、はい。で、あとは、頭になってる。はい。では、アポロバッジ。アポロバッジという、うん、ちょっとちっちゃくて分かんないと思うんですけど、
赤い点滅が左の方にあるんですけど、あれ宇宙飛行士のヘルメットになってるんですね。イラストの、で真ん中に光ってるのがあの指令線、三角の指令線をモチーフにしているところです。いいですね、こんなやつとか、まあそういうの白い版もあります。白のやつ。これは3、これは2000円ですね。はい、アポロバディ、はい。さっき出したラーメンタイマー、3分からかかります。これはボタンで1分から5分まで設定できます。はい、これは3000円で出します。はい、他にもいろいろありますので、まあ、もしよかったら、イベント、まあ、今のところイベントは京都ですね、で10月の東京も開催は決まったので、はい、それに応募すれば出れることになります、なるほど、東京にも来てくれるでしょうか、はい、ありがとうございます、はい、ということで、よいしょ、次回ね、新世界リモートは、3月の25日です、週最後の、アーカイブを残さない座談会スペシャルになると思います。今のところ、いろんな方に声はかけていますが、割とそこはラフにやっていきたいなと思っているので、あんまりがっちりね絶対来てくださいということにはなってないので、まあ、恵比寿さんに来ていただきたいなと思ってたりとかね、そんな風に思っておりますが、ヨンマさんとかね、いつものメンバーが揃うといいなという感じで声かけています。はい、あとですね、大事なことがありまして、3月の今週末、3月21日、よいしょ、ずっとね、中止続きでしたが、ようやく超電子コンプレックス開催します、池袋ライブインロサ。ただ時間がいつもの夕方ではなくて、オープンが15時30分となっておりまして、8時には完全、なんだクローズドというふうにやっております。はい、出演は、まあ、このご覧いただいている通り、プラムソニック、ドリルパープル、ストマックパトロール、夢のリリカ、フレグランシーかな、そしてエレクトリックガール3です。タイムテーブルはこんな感じで、まあ、本編が16時から始まって8時には完全に終わります、物販もね。はい、そんな池袋ライブインロサでやりますので、ぜひ来てくださいということで、原田さん、はい、どうでしたでしょうか。なんか言い残したことありますでしょうか。聞き方、遺言ですか。遺言じゃない。まだね、出してないやつというか、はい、まあ、そうですね、まあ、最初に50代しか出なかったというクローン申請、これは、チェコの申請なんですけど、はい、チェコの申請、チェコの申請ね、そうですね、どこだったっけな、なんだったっけ、あるんですよ、うん、そういうちょっとガレージメーカーの、50代のうちの、これがね、48、なんかおしゃれですね、これね、18番目ですね、これフェルトなんですよ、フェルトなんですね、フェルトでこうケースになってる、へえ、あ、ありました、ここにスタンデュイーノってやつですね、結構2013年、これ実は新世万博の時に展示していたこの札がそのまままだ残ってる、はい、ありましたね、こういう申請ありますね、こういうのを展示してましたね、これもスタンデュイーノのシリーズのプラアンジェリーコっていう、これもドローン申請ですね、これは最近やっぱり電池とミディもこの最近流行りの 3.5 ミニフォンのユニフォンの、ミディインにしてあります。スイッチ入れるともう自分で電源持ってるんで、あとはこういう、何がハウリングするんですよね、これ、スピーカーをねこうつけると、そのまま触れる、多分聞こえないと思うんですけど、ちょいちょい聞こえますよ、そう
こんな感じで遊べます。やっぱり面白い、人の声に近い周波数だけ拾うからなんか声っぽいエフェクターっぽいですねそれは、うん、はい。まあ、ちょっと今日はこんな感じですかね。うん、ちょっと原田さん、はい、次回ちょっと音が直で出せるように整えて工夫します、やりましょう。はい、はい、そうですね。ちょっと今日はスマホで音が出せなかったっていう想定外でしたけど、うんうん、そうですね、はい、大変申し訳なかったです。コメントちょっと今ざっと見ていただいて、コメント見えますか、ね、うん、何か気になるものがあれば。あ、そうですね、久しぶりの楽しみ、チョデコン、ありがとうございます。恵比寿さん、ありがとうございます。あ、ピコアンさんも見てくれてますね。ピコアンさん、髪切ったら阿佐ヶ谷姉妹の妹になっちゃったらしくて、楽しみにしてますんで。森組だったのに阿佐ヶ谷姉妹になったって。ナオさんの声、うん、印象だいぶ違うって書いてある。こんな感じですよね。でも、あ、確かにちょっとローカットされてイメージ違うかもしれない。うん、まあ普段もこもってるんで、あまり声がこもってはないですよ。大丈夫、喋る声じゃないんで。ああ、大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫です。イベントで喋れないんで、もう全部ね、完全にあのグレインシフター状態ですねグレインシフター、うん、今原田さんの声が、はい、テープエコー癒しですね。うん、富士山のメーカーフェアとか来ていただいてるんではい、今、はい、今のはわざとですよ、皆さん心配しないです。はい、では、まあ、はい、今回はこのぐらいですね。はい、ありがとうございました。はい、あっという間の1時間でしたけども、またぜひ音が出せる状態で聞いていただきたいですね、いろいろね。そうですね。はい。はい、じゃあ今日はありがとうございました。次回、3月25日よろしくお願いします。そして3月21日今週末日曜日の超電子コンプレックスもよろしくお願いします。それでは、チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました、ね、ぜひぜひまたよろしくお願いします。はい。